ジェットインコアジさんから、今日のテーマ全然ですが、今からちょうど2年前、親父が突然他界したんですよね。その時の朝に倒れて、その日のうちに息を引き取り、自分はあまりの突然の出来事に父の死に目にも会えませんでした。悲しむ余裕も全然なく、その後は葬儀の細かい打ち合わせ、親戚への連絡、仕事関係の挨拶などで数日は父の死を感じることが全然できませんでした。ようやく葬儀や初七日まで済ませ、落ち着きを取り戻しつつある時、実家で母を囲みながら久々の家族水入らずで父の話をしている時に、そこに一本の電話が、電話の主は某レンタルビデオ屋さん、話を聞くと何やら父親が借りていたであろう レンタル DVD が返却されていないとのこと、これは大変だと、その DVD を探すも全然出てこない。親父の部屋からリビングまでくまなく探すも全然出てこない。家族総出で探すも全然 DVD が見つからないので、どうしようかなと思いながら、自分が昔使っていた部屋をふらっと探してみると、そこには某レンタルビデオの袋が、自分は見つかったと思ってその袋を見るも、透明のケースはあるものの中身がないんです。そしてもしやと思い、リビングにある DVD プレイヤーを確認する1枚の DVD があったんです。その DVD を見た瞬間、思わず絶句。タイトル、イソジガチナンパ。ちょっと待って、今笑っていいとこだよね。細かいタイトルを言うと放送できないと思うので要約しますって。イソジガチナンパ、多分結局エッチ系のビデオだったってことでしょ、うん、そう。その後にいろいろ放送できない言葉が続くと思う。要約したって、これ親父が自分の人生の終焉を迎えることをも知らずに最後の最後に見た作品が、イソジガチナンパ。お母さんが探さなくてよかったよね。でもバレたみたい。しんみりしていた実家がイソジガチナンパのおかげで、みんな笑って、そして明るさを取り戻しました。自分がレンタル屋さんに返却とエンター金を払いに行きましたが、かなり恥ずかしい思いをしたのは言うまでもありません。親父去年72歳。磯路でもない。最後の最後まで現役を貫き通しました。すごいね、これも現役と言うよね。言う。2年経った今ではもう完全に笑い話になっています。そっか、ジェットインコアジさん、そんなことがあったんですね。まあそのお父さんの息子ですから、ジェットインコアジさん。ご自身の時には何を借りるのかちゃんと決めてた方がいいですよ。でもなんかそのさ、それ用になんていうの、自分がもしいつ行ってもおかしくないように、うん、このビデオデッキ、DVD プレイヤーの中には何か誰に見られても恥ずかしくないようなものを入れてた方がいいね。そうね、でもなんかみんなが笑いになるものがいいね。そう、僕でも綺麗ぶりたいから、多分風と共に去りぬとか入れちゃうんだろうなと思って。カサブランカとか、名作ってやつ。一応それはそれでおかしいよ。あ、準備してあるね。バレちゃう。急じがちナンパ。マリ、何がおかしかったって、凛太郎さんがゆっくりゆっくり丁寧に磯路ガチナンパって言ったのがおかしかった。だから大事な話かと思って。そうそうそう、丁寧に言ったのがおかしかった。そう、来たか。